総地区連携システム施工設定。はじめに総地区連携システムの中心商品であるパワーステーション、リチウムイオン蓄電池ユニット、電力切り替えユニットの施工、確認、設定内容の概要をご説明するものです。設置場所、条件などの設計事項や商品に関する詳細内容、実体配線図や水晶電線などに関しては各商品の施工説明書や総地区連携システムの設計施工ガイドブックでご確認ください。また太陽光発電システムや住宅分電盤およびモニター機器に関する施工は別途各商品の施工説明書などでご確認ください。総地区連携システムの施工について、パワーステーション、蓄電池ユニットなど各機器を設置・接続する際は接続箱の開閉器および自立出力用漏電ブレーカー、住宅分電盤の連携ブレーカー、蓄電池ユニット内の開閉器がオフであることを確認してください。